こんにちは、税理士の宇場敏子です。今日は医療費控除のお話をしようと思います。医療費控除、どうせやるなら1円でも損したくないですよね。なので、損せずに1円でも多くの控除をするための医療費の集計方法のお話をしていきたいと思います。今、医療費控除ですけれども、医療費のお知らせというものを添付して、その医療費の集計というふうに使うこともできるんですけれども、医療費のお知らせというのは、健康保険のまあ組合とかに入っていらっしゃる場合なんかは特にいろいろな集計方法があります。期間が1月から12月ではないケースもありますし、12月までの医療費の報告が結構遅くなるケースなんかもあったりします。それから医療費控除にはその病院まで行くための交通費であったりとか、あとは生計をいつにしている親族の分も含めることができますけれども、医療費のお知らせではそこまでもちろん賄っているわけではありませんよね。こういういろんなものを集計してやるというやり方もあるんですけれども、医療費の領収書自体が医療費控除をした場合には、確定申告の期限から5年間保管しなければならないという決まりがあります。5年間保管しなければならないのであれば、ちゃんとひとまとめにですね、集計しておく方が、何かが漏れてたんじゃないかなという心配をしたまま終わらせることなく、すっきりした気持ちで医療費控除、1円でも多く控除することができるんじゃないかと思っておりますので、私は医療費集計フォームでやるというのをお勧めしております。というわけで今日は、医療費集計フォームの書き方、どういうふうに準備するのか、そして書く内容のポイントをいくつかまとめてお話ししていきたいと思います。では、今日のメニューはこちらになります。まず一つ目に、医療費集計フォームを準備するというところから入っていきます。二つ目に、その医療費集計フォームの具体的な入力、7つのポイントというのをお知らせします。この7つのポイントによって、1円でも多くの医療費を集計することができます。そして3つ目、実際の医療費控除の金額を計算する。4つ目に、医療費控除の金額を確定申告書に転記をする。どこに書けばいいのかというお話。そして最後6つ目にまとめという形でお話を進めていきます。ぜひ最後までご覧になって、1円でも多くの医療費控除してくださいね。ちなみに医療費控除をする場合には税金が還付になるというお話ですので、5年間遡ってやることもできます。あの年やってないんだよなって思っている年がありましたら、その年の分も今やることもできるので、ぜひ令和5年分だけではなくて5年間遡れるということも覚えておくといいかなと思います。まず一つ目。医療費集計フォームを準備するというところなんですけれども、この医療費集計フォームというのは国税庁が出している Excel のフォーマットなんですね。なので、パソコンが使える方が対象になってしまいます。もし、パソコン使うの苦手だなと思う方は、一番最後に手書きでやるやり方お知らせしておきますので、そちらもご覧になってみてください。では、医療費集計フォームを準備するというところですね。まず、インターネットの検索ワードのところに、令和5年医療費集計フォームという形で入れて検索をしてみてください。そうしますと、こちらのようなページが開きます。令和5年分確定申告特集の医療費集計フォームのダウンロードというページです。このページを開きましたら、Excel のイラストのところをクリックしますと、ダウンロードすることができます。多くのパソコンでは、インターネット上からのダウンロードっていうのは、ダウンロードっていうフォルダーに入る設定になっているはずですので、このような画面が出てきます。で、ダウンロードという、まあ、お部屋の中に入れるというイメージなんですけれども、後からどこに行ったかわからなくなっちゃうの嫌だなと思う方は、ここでデスクトップっていうのを選んでおきますと、パソコンを開いた時に出てくる、一番最初の画面ですね。その画面のところに、この医療費集計フォームのアイコンが現れてきますので、どちらかのやり方でやってみてください。で、ダウンロードのお部屋の中に入れた場合には、ダウンロードっていうところを開くと、これが入ってるっていう感じになります。では次にダウンロードした医療費集計フォームの Excel を開くと、こんな形のものが出てきます。これに一つ一つ入力をしていくことになるんですけれども、ここで7つのポイント、ここからお知らせしていきますね。では、私の方で入力したもの、ここからは画面をちょっと大きくしてご覧いただこうと思うんですけれども、
で、この入力したものをご覧いただくと、まず医療を受けた人のところに鈴木一郎、鈴木二郎、鈴木花子、鈴木玉子っていうふうに書いてあります。それから病院、薬局などの名称というところに病院や薬局の名前、それから医療費の区分というところに治療や診療や医療なのか、それから医薬品の購入なのか、介護保険サービスなのか、その他の医療費なのかっていうところを分けるところがあります。そして支払った医療費の金額を数字で入れています。そして左のうち補填される金額というのを入れる欄もあります。これは保険金や給付金などを受け取った場合にここに書く必要があります。この支払い年月日というところは任意なので入力をしなくても大丈夫なんですけれども、令和5年の分であれば令和5年に支払ったものだけが対象になるということだけは覚えておいてください。ちなみにクレジットカードなどで払った場合にはクレジットカードを切った日になりますので、それを覚えておいてください。ではここからポイントに参りたいと思います。この画面をご覧いただきながら聞いていただければと思うんですけれども、まずポイント1、これに書くというところが最終地点になるということになれば、1年間領収書を取っておくときに人別に分けておくということがポイントになります。なのでポイント1はまず人別に入力をする方が早いということになりますよね。そしてポイントの2、病院別に入力するのが早いということになります。ということは病院別に、例えばここで言うですね、ひまわり医院、朝顔歯科とかって書いてありますけれども、ひまわり医院に1年に5回も10回も行ってるのであれば、それを全部集計してここに書くことだってできるということです。ということは病院別に領収書も分けておけば、その人その病院ごとの集計金額だけをここに書けばいいということになります。それから3番目、整形をいつにする家族全員の分を合算できるという特徴が医療費控除にはあります。この整形をいつにするという人の範囲ですけれども、6親等以内ということになっているんですね。ここからちょっと専門用語なのでご説明しますけれども、この鈴木一郎さん、二郎さん、花子さん、玉子さんという人が皆さんどういう関係なのかというところまでは書くところがありません。六親等内であるという前提になっているだけなんです。それから整形をいつにするということ。では整形をいつにするってどういうことかっていうと、勤務や就業、療養などの場合で、別居している場合であったとしてもですね、一つの同じお財布から生活をしているのであればですね、これは整形をいつにするというふうに言うことができます。例えばそういう場合は、長いお休みがあった場合の時にはそこに帰ってきて、一緒にいるとかですね、あとは生活費、学費とか、医療費などの送金が行われているというようなケースがあるかと思います。このように、一つの世帯の中で居場所は別々であってだとしても、同じお財布の中で生活をしているんだよっていう人のことを整形をいつにするというふうに取り扱うことになっています。で、ちなみにですね、同じお家の中に暮らしているんだけれども、明らかにお互い独立した生活を営んでいるっていう場合には除かれるということになっていますので、明らかに独立した生活を営んでいる場合でなければ整形をいつにするものとして取り扱うということになります。続いて六親等内というのがどういう範囲かというと、まず自分がいますよね。で、自分の子供や孫、ひ孫、そして親、おじいさん、おばあさん、ひいおじいさん、ひいおばあさん、そしておじさん、おばさん、おい、めい、いとこなどが含まれます。またはとこであったりとか、兄弟姉妹の孫、めいやおいの子まで含まれますので、六親等内というのはかなり広いということになります。ちなみにこの六親等内であっても整形をいつにするというのが条件になりますので、そこまで含まれていてなおかつというふうに考えてください。それからポイントの4、ここにも記載しておりますよね。例えばですね、この花子さんのところ、介護老人保健施設ラベンダーへの往復交通費というふうに書きました。つまりは交通費を含めることができます。
ちなみにこの交通費というのは公共交通機関ですので、電車とかバスっていうようなものになります。よっぽどですね、この公共交通機関を使うことができない事情がある場合には、タクシーなども含めることができるというふうにされています。そしてポイントの5つ目、受け取った保険金は差し引かなければならないという部分があります。ここで言うと鈴木珠子さんの第一総合病院、この左のうち補填される金額のところ5万円という金額を入れておきましたが、このようにもし入院などでですね、給付金をいただいているっていうような場合にはその金額を書かなければなりません。そしてポイント6、薬局などで買った薬も治療のためという目的があれば対象になります。ですので、この二郎さんのところニコニコ薬局っていうふうに書きましたが、医薬品の購入というところに該当しますが、これも含めることができます。これは治療のためというのがポイント、キーワードになります。予防のためというのは医療費控除では対象になりません。セルフメディケーション税制の方になってくるかと思いますので、こちらは治療のためということになります。それからポイントの7、介護老人保健施設の施設サービス費にかかる自己負担額というものも医療費控除の対象になります。ですので、ここで言う花子さんですね、介護老人保健施設ラベンダーと書きましたけれども、介護保険サービスに該当するというふうにして金額を入れる。自分で払った分であれば、おおよそ入れることができるはずです。まあ、細かくですね、これはダメっていうものがあったりしますので、その辺はちゃんとご確認していただく必要があるかなと思いますけれども、まあ、自己負担されている分でちゃんと領収書が出ているものであれば、おそらく対象になるかと思います。はい、では3つ目です。医療費控除の金額を計算するというところになります。今集計したのはあくまでも支払った医療費ということになりますので、この医療費全額が医療費控除の対象になるわけではないので、控除の金額を計算していく必要があります。で、この計算なんですけれども、この一覧表を使います。で、これはですね、確定申告をするときに、例えば確定申告書作成コーナーなどでは自動的に計算をしてくれますので、あんまりこの計算って手入力でやることっていうのはないと思うんですけれども、手書きで確定申告される方の場合には、ここの計算式に当てはめてやることになります。つまりどういう計算をしているかと言いますと、支払った医療費から10万円を引いた金額が医療費控除の対象になるよというふうに聞いたことあるかと思うんですけれども、その計算をここでさせています。で、必ずしも10万円になるわけではないというふうな場合があるんですけれども、それはこの所得の金額を元にしているからなんですよね。で、所得の金額が少ない場合なんかは10万円ではなくてもっと少ない金額を控除するケースもありますので、ぜひこの計算式に当てはめて医療費控除の金額出してみていただければと思います。では続いて4つ目です。医療費控除の金額を確定申告書第1票に転記するという段階になります。こちらが確定申告書の第1票になるんですけれども、この左下の赤枠の部分ですね、ここに医療費控除として金額計算した金額をここに記入することになりますので、所得控除の一部としてここに載せていくことになります。では5番目にですね、今見てきた Excel の集計フォームをちょっと使えないなっていう方ですね、手書きでやりたい方はこちらを利用することになります。もしくはこういったものを使わなくても、ご自身の手元で集計をするのでももちろん大丈夫です。それを領収書と一緒に保管することができれば、それで全く問題ありません。ただ、フォーマットがあった方がいいなという場合には、こちらお使いいただけると便利かなと思います。この医療費控除の明細書というフォーマットは税務署でもらうこともできますし、プリントアウトすることもできます。ちなみに税務署でもらうとですね、これが表紙になっている封筒になっていまして、その封筒の中に医療費の領収書をそのまま入れて保管することができるような形になっていますので、まあ、割と便利かなと思います。その封筒を使わなくても、この紙をですね、封筒に貼り付けて使うこともできますので、保管の方法としてまあ工夫されてみてください。では今日のお話のまとめです。まあ、1円も損せずに医療費控除していただきたいなという気持ちで今日のお話したんですけれども、一
1つ目に医療費集計フォームの準備方法、そして2つ目に医療費集計フォームの入力のポイント7つお話ししてきました。そして3つ目に医療費控除の金額を計算して、4つ目に確定申告書に転記をする、そして5つ目に手書きでやりたい方の方法というお話をしてきました。このような形でぜひ医療費控除をして、1円でも多く医療費の控除を受けることができるといいですよね。ここからはお知らせになります。ボイシーではほぼ毎日音声配信をしております。YouTube とはちょっと違いまして、プライベートなことなどもたくさんおしゃべりしていますので、ぜひ遊びに来てください。無料でご視聴いただけます。続いて、セミナー講師についてお知らせさせていただきます。セミナー講師を積極的にお引き受けしております。一部上場企業から商工会など、それから中小企業の方々にも実績がございます。概要欄からお気軽にお問い合わせください。続いては書籍の紹介になります。中小企業の経理担当者の方にぜひ読んでいただきたい経理マインドの教科書。それから昨年始まったインボイス制度のことをすっきり理解したい人の向けのインボイスの本も出しておりますので、ぜひお手に取ってみてください。この動画の最後で LINE のご案内をしています。アンケートの結果、その方の悩みに合わせた、他では一切公開していない動画なども配信していますので、ぜひ登録してご覧いただければと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。税理士の宇場敏子でした。いかがだったでしょうか。このチャンネルでは、起業間もない方、経理の初心者の方に向けて、わかりやすく丁寧な言葉で、税金や経理のお話をしています。この機会にぜひチャンネル登録、そしていいねボタン、コメント欄に記入もお願いいたします。私の公式 LINE では、経理を楽にする方法や様々な補助金の情報なども配信しています。今ならお得な特典のプレゼントもあります。こちらの QR コードから30秒でお受け取りいただけますよ。それではまた別の動画でお会いしましょう。税理士の宇場敏子でした。